久保さん、今回はですね、いつかやるはいつでもやれていないっていうね。いつかやるはいつでもやれてないっていう。あ、いつかやるかは、ちょっとこれ書いていいですかコピーですね。いつか、いつかやる、いつかやります。いつかやりますは、ーいつもやらないですね。いつかやりますはいつもやらない。 本当ね、これね、今でしょうっていうね、まあ僕もまさにこの言葉で生きてるようなもんで <laughs>、あのー、まあただ僕の中でもね、いつかやろうと思ってることはあるんですけど、今やらないんですよ。うん、結局できないですよ。うんだから、できるだけ今やるべきことを今や,れる,やるように、できるだけこう、なんだ、それを終わらしていく。うん。だからこれがね、 この数が多いか少ないかじゃないですかね、まあ、全部が全部は人間なんで難しい部分あるじゃないですか、き、まあまあ、今日やるって決めたとしても、今でしょうって今日やるって決めたとしても、例えばでしょ、例えば、あのー、家族の方が、ね、交通事故になったとかね、どっち優先ですかって言ったら、交通事故行,った行かないためじゃないですか、病院ね。だからまあ不測の事態だったりとか、家庭の事情だったりとか、まあ、仕事のトラブルだったりとか、いろいろあるので生きてると。 だから全部が今できるとは限らないですけどもその今できる今やろうと思ったことをできるだけその今やっていく数が多ければ多いほど人より前に進んでますよね単純にうんでもこのいつかやりますが多くて多い人はこ,この数が多い人は本当人生変わんないですねいつかやりますの数が多い人はもう間違いなく人生変わらないですだってそのいつかはいつも来ないんですから <laughs> いつもやらないんで <laughs> そうだから久保さんとかもね結局何で人生変わったのかっていうとそのいつかやりますが限りなく少なかった <laughs> だから久保さんがネットビジネス勉強してた時っていうのはいつかあのー、なんだ勉強したらやるではなく勉強しながらね2つのモニターでこっちで勉強しながらこっちでもうやってるんですよ <laughs> でも多くの人って勉強したらやるなんですよね <laughs> そう だから、久保さんの場合はもう、あの、今、もう、なんすかね <laughs>、もう、同時並行ですよね。うん。だから、これぐらいのスピード感覚というか、うん、まあ、その数だったりとか、まあ、そういうことが大事かなと思いますけどね。もう、ほとんど多くの人は、もう、いつかやりますですから。もう、この、いつかやりますっていう単語を、多分ね、何、何万回聞いてきたか分かんないですよ。お客さんから。いつかやりますっていう。 いつかやろうと思ってますわね。今度、今度やろうと思ってますとか、いつかやろうと思ってますとか、いつかやりますとかね。<laughs> この単語ね、よく今聞,、ま、聞きますね。うん。ただ、そうそうそう。あの、即下塾にいつか入ろうと思ってますみたいな。<laughs> あ,あ,ありません久保さん。めっちゃありますよね。<laughs> まあ、大だいいつか入らないですからね。まあ、た、ごく一部はいるんですけどね。まあ、それはずっと発信してるんで、久保さんも僕も。 ドリアでもいつか訪れる、訪れることなく、なんか、他の教材買ってるみたいな。ね、<laughs> なんか、やっぱこっちの方が稼げるかなみたいな。そう。だから今やらないと、結局、その後の誘惑に行ってしまうっていう。でも逆に言うと、今やれば、その誘惑を断ち切ることもできるってことですね。 これ結構大事ですね今。今を本当にやりまくってる人は誘惑の時間ないんで、うん、今で精一杯ですから,だから今を精一杯に生きるっていうことは実は防御策にもなるっていうねそのブレない、うん、ブレないっていう、うん、ほとんどの人はブレて生きてるんでうんはいということでいってらっしゃい